ようこそ JNW へ。本日のパーソナリティはエレンです。今日も最後までどうぞよろしくお願いします。2022年2月22日に JR 九州が新たな新幹線の開業を発表しました。佐賀県の武雄温泉から長崎までの 66km をつなぐ西九州新幹線を9月23日に開業するという内容です。新幹線の開業としては2016年3月に新青森駅新函館北斗駅間で開業した北海道新幹線以来です。日本の鉄道は運行の正確さや車両のバラエティの多さから海外でも有名です。そこで今回お届けするテーマはこちら。日本のモノレールすげえ、他の国には真似できないをお届けしていきます。それでは早速行ってみましょう。最初のモノレールが登場したのは19世紀初め、イギリスのヘンリー・ロビンソン・パーマーが1821年にイギリスで特許を取得したのが始まりと言われています。このパーマー式と呼ばれるモノレールは高い場所に1本のレールを設置し、両側にフランジと呼ばれる出っ張りがある車輪を引っ掛ける方式でした。荷台は左右に振り分けて、まるで矢じろべえのようにバランスを取りながら走るというものです。モノレールは海外ではなかなかうまく運行ができず廃線になることも多いですが、日本ではおよそ60年ほど前には世界のデファクトスタンダードともいえるモノレールの規格を開発し、運行でも緻密なダイヤを組んで在来線や特急電車とのスムーズな接続を実現するなど独自に発展をしています。そんな日本のモノレールの凄さに外国人たちは驚いています。ぜひ日本に行ってモノレールに乗ってみたい。日本で京王井の頭線に乗ったことがあるけど2トラックシステムになってた。本当に工夫されていてよくできてるよ。東京モノレールは運用やダイアグラムを工夫すればモノレールがすごくいいものになるってことを教えてくれているね。一度に大勢を運べて高速での輸送に耐えられるように日立が頑張って設計したことがよくわかるよ。あれもこれも全部日立製だね。日本は電車がたくさんあるからね、電車に乗るだけで遊園地に行ったみたいな気分になるよ。日本はどんなものにも特急サービスを追加するね。モノレールはその名の通り一本の軌道に沿って走る交通機関です。モノレールには大きく分けて懸垂式と小座式の2つの方式があります。懸垂式はレールと車輪が車体の上にあって車体を屋根の上から吊り下げる方式です。湘南モノレールや千葉都市モノレール、上野動物園のモノレールが懸垂式です。車体が振り子のように揺れるのでカーブでは遠心力で自動的に車体が傾くため速度を上げやすいという利点があります。小座式は車体の下にレールがあってレールの上に車体が乗っているものです。浜松町と羽田空港をつなぐ東京モノレールや沖縄のユイレール、東京ディズニーランドを走るディズニーリゾートラインなどが小座式です。モノレールは高架式にしやすく必要になる敷地の面積も狭くて済みます。そのため市街地ができた後に鉄道を敷くときには大きな長所になります。高架を作るときの構造物の規模も小さく建設費も安く済みます。ゴムタイヤを使ったモノレールは騒音が少なく勾配が急なところでも走行できます。懸垂式は雨や雪に強いという長所もあります。その一方でレールが1本しかないため車体を安定させるための車輪が追加で必要になるなど車両の値段が高価になります。ゴムタイヤを使う方式のものは普通の鉄道より多くの電力が必要になったり、タイヤの摩耗が早いので交換のための費用など維持費がかさみます。また小座式の場合は踏切を作ることができません。高架路線の場合には車両の事故などが起きた時の乗客の避難が難しく、避難用の通路を設ける場合には高架の構造物全体が大規模になるという短所があります。モノレールのこうした長所と短所について外国人たちも興味津々のようです。軌道が1本だと建設に必要な材料が少なくていいから安いし環境に優しいっていう面もあるよね。
モノレールは場所によってはメリットがない場合もあるけど、日本でやってるように運用をうまく工夫すればメリットが出せると思う。モノレールの発着場は作るのが難しいからね。建設の様子を紹介したビデオがあったらきっと面白いと思うよ。日本の都市の地形を考えるとモノレールは実用性があるってわかるよ。傾斜の急な丘があってモノレール以外の輸送手段は適していないと思うんだ。全般的に土地が平坦な北米でモノレールが適してる場所は思い浮かばないね。1901年にドイツで開業した懸垂式のモノレールの影響を受けて、第二次世界大戦の前には日本でもたくさんのモノレール建設案がありましたが、ほとんど実現しませんでした。日本で最初のモノレールは1928年に大阪で行われた交通電気博覧会で運行された懸垂式モノレールです。博覧会場内で運行され、空中飛行電車と呼ばれていました。博覧会場の中の3つの展示会場を結ぶ交通システムとして計画されましたが、日本で初めてのことでもあり、工事がなかなか進みませんでした。博覧会の開催初日には間に合わず、開通したのは博覧会の終了間際でした。運賃は博覧会の入場料よりも高かったのですが、連日満員になり大人気だったようです。戦後は鉄道車両メーカーによっていろいろな方式のモノレールが盛んに開発されました。モノレールが通常の鉄道に代わる次世代交通機関として期待もされていて、実用実験も兼ねた短距離の路線が各地に登場しました。1972年に都市モノレール法が施行されると、補助制度なども整備され、その後は補助を受けた路線が各地で開業しました。現在運行している中では、東京モノレールが1964年開業と最も歴史が古く、モノレールのスタンダードのようになっています。モノレールだけでなく、日本は鉄道天国だからね。重慶のモノレールも日本の技術で作られてるんでしょ？こっちの国でも日本の鉄道網をもっと学んでほしいな、といったコメントも寄せられています。日本は鉄道オタクにとってはたまんないよ。鉄道天国みたいなところだからね。3年ぐらい前に日本に行った時に、モノレールの駅がある浜松町に泊まったんだ。羽田空港までの全部の駅で停車して、国際ターミナルまでは18分くらいだったかな。その前にも神戸ポートライナーに乗ったことがあるけど、それもとっても楽しいモノレールだったよ。日本は東京だけじゃなく他の都市にもモノレールがあるし、中国の重慶にある世界最大のモノレールも日本が提供してるんだよ。日本は鉄道天国みたいなところなんじゃなくて、マジで天国なんだよ。特急列車の方が面白いよ。東京だけでもいろいろな種類の特急電車があるからね。日本の東京モノレールの経験があるからこそ、重慶のモノレールが成り立ってるんだよ。重慶モノレールは日本の鉄道の専門家が参画した ODA プロジェクトとして始まったんだからね。利用者世界一は今でも東京モノレールなんじゃないかな。重慶モノレールは路線網が張り巡らされてるのがすごいと思うんだけどね。バンコクではイエローラインモノレールが建設中だね。情報収集してるんだけど、在来線じゃないし混雑しそうだと今からもう批判されてるね。日本に2年近く住んでたけど、日本の鉄道網を経験しちゃうと北米の状況にはいつもがっかりしちゃうよ。僕はカルガリーに住んでるけど、日本だったらとっくに解決されてる問題がまだまだたくさん未解決のままだね。ここの偉い人を日本に送って1年ぐらい車を使わない生活を経験してもらいたいね。重慶とかドイツのウッパータールのモノレールも面白いよ。重慶のモノレールは利用者が世界一だしね。大阪には大阪モノレールと新しい路面電車があるんだ。両方とも無人で運行されてて、どっちも素晴らしいね。大阪は面白い街だよね。これからもっともっと紹介してほしい街だよ。在来線と特急をうまく接続させているところが興味深いね。同じ方法でもっとたくさんの利用者がいる重慶モノレールと比べると、どのあたりがすごいのかがよくわからないな。重慶モノレールは地下を走ってる部分も多いからね。重慶に住んでるものだけど、モノレールは駅と駅の間隔が長いし、町の中心部を通ってる。3番線はキャパシティの見積もりがひどくて8両編成にしてるけど激混みだよ。
もっと車両を増やして地下鉄にすべきだったと思うな。観音橋駅とか乗客が一番多い乗り換え駅なのにホームが狭いのもいまいちなんだよな。東京やその周辺には本当にたくさんの在来線や特急電車が、それこそいろんな方法で導入されているよ。ストリングダイアグラムってヨーロッパで時刻表って呼ばれてるやつだね。ストリングダイアグラムは初めて見たけど結構わかりやすいね。誰かゆりかもめのビデオを作ってくれないかな。あれは移動手段としてすごく興味をそそられるんだよね。日本の鉄道の凄さはよく耳にしますね。車両の種類の多さも外国人には驚きのようです。国際結婚をした人がパートナーが週末の旅に電車を見に行こうって言って困ったなんて話も聞きます。モノレールも日本には意外にたくさんの路線があるんですね。日本ならではの工夫によって緻密な運行や鉄道とのスムーズな接続など高い利便性が実現されています。モノレールにも国民性が現れているということでしょう。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。